これどうするの？説明しないわけにはいかないよね。こうなった以上はしょうがないか。まあ他言無用はあっちの世界のルールだし。ですね、原田さん、実はこれ。というわけで、ここは釘男事件の謎を具現化した謎迷宮なんです。謎迷宮か。謎そのものを具現化し、その奥に真実まで内包しているとは。どうやら僕は君を見くびっていたようだ。これはとんでもない探偵特殊能力だ。およそ人間離れした力と言わざるを得ない。僕の知る限り、これに匹敵する能力はそうそうないぞ。君は何者なんだ。ただの探偵見習いとは思えない。あ、厳密に言うとこれは僕の能力というわけではなくて。その前に、さっきから気になってることを尋ねよう。そこにいる女性は何者だ？彼女は死神ちゃんです。この謎迷宮の案内人って言えば分かりやすいかと。ついでにご主人様の教育係もやってる、怖かわいい系の死神ちゃんです。では次の質問に移ろう。まさかのスルー？さっき釘男事件と言ったな。釘男の噂なら町で聞いたことはあるが、なぜ君がその事件を追っている？え？何言ってるんですか？今まで一緒に釘男事件を調査したじゃないですか。釘男事件？僕と君が？もしかして覚えてないんですか？少年から依頼されて原田さんが一度断ったこととか。何らかの事件で君が少年から依頼を受け、結果的に僕に助けを求めに来たことは覚えている。依頼料は550万と800支援。細かい金額までバッチリ覚えてるじゃないですか。しかし何の事件だったかが思い出せない。なんとなく事件を調査したことは覚えているのだが、具体的に何を調べて何が判明したのか、記憶にもやがかかったように思い出せないんだ。もしかしてこれって。うん、謎迷宮の影響だろうね。謎迷宮は真実を守るための砦だから、そもそも部外者が中に入ることは不可能だし、仮に誰かが迷い込んだとしても事件の記憶が封印されるようになってるんだね。だけど俺様ちゃんと契約していればその封印を無効化できるって感じ。ただその契約まで完璧に共有ってわけにはいかなかったみたいだね。謎迷宮の防衛機能か。確かに真実という宝が眠る宝物庫なら、どんなセキュリティが施されていても不思議ではない。そうそう、不思議じゃないの。さすが理解早いね、悪魔ちゃんは。悪魔ちゃん？ああ、気にしないでください。彼女適当なあだ名で人を呼ぶ癖があるので。しかし事件の記憶が封じられている以上は、あくまでユーマのサポート役に徹するしかなさそうだな。サポート役？ここでは僕は君の助手というわけだ。まあ当初の依頼通りではあるがな。そっか、原田さんの推理力で一気にダンジョン攻略はできないのか。ちょっと残念だけど、それでも今回は頼れる仲間がいるだけマシか。じゃあご主人様、謎迷宮を進む前にあれしようよ。え、あれ？ご主人様、真実のために命を捧げる覚悟はいい？
うん、捧げます。こちらの世界では驚きの展開ばかりだが、差し詰めその剣で迷宮攻略の邪魔をする者を切り伏せるのだろう。はい、これは謎迷宮に干渉できる力を持つ特別な剣なんです。それと調査の時に手に入れた買い鍵も具現化しておかないと。なぜいちいち口の中から出す。え、他の穴から出して欲しかったの。すみません、なんだかすみません。よし、これで準備 OK。 じゃあ謎解きに出発。真実を食い物にする真犯人を狩りに行くぞ。この謎迷宮を進めば真実が手に入るというのは分かったが、もし真実を手に入れられなかった場合、僕たちはどうなるんだ。ずっとここから出られずに謎迷宮の中をさまよい続けることになるね。でも逆にどれだけ時間がかかってもちゃんと攻略することさえできれば。あ、言い忘れてたけど、謎迷宮の攻略には時間制限があるから。時間制限？謎迷宮にいられる時間には限りがあるんだよ。それを超えると体から魂が抜けて、その魂だけが謎迷宮をさまよい続ける羽目になって、最後は謎迷宮に取り込まれて消滅しちゃうの。要は死んじゃうってわけ。キャッキャッ。なんで笑ってんの？そんな大事なことを言い忘れないでよ。うるさいな、ギャーギャー言わないの。探偵やってたら死ぬのなんて当たり前なんだから。ねえ悪魔ちゃん。まあ普段の仕事と変わりはない。探偵というのは常に命の張り合いだ。ほらね、ご主人様もこういうとこ見習ってこ。あららさん、順応するのが早すぎですよ。それぞれ4つの事件現場を示しているようだな。おそらくこれら4つの事件を解決すれば先に進めるようになるのだろう。ああ、なるほど。なるほど、じゃなくて攻略するのはご主人様でしょう。で、どれから選ぶの？まずは最初に調査した時計塔からがいいんじゃない？時系列順に数字が割り振られているとすると、
時計塔は第4の密室になるね。まずは系統の現場そのままだ。死神ちゃんが再現してるわけじゃないよね。あの奥義は記憶を引っ張り出すためにご主人様の頭を死ぬほどぶったたかないといけないからね。今回のは殺人現場がそのまま迷宮内に具現化されてるみたいだよ。この第四の密室は時系列でいうと最も新しい現場なんだね。そうです。この事件をきっかけに僕は釘男事件に関わることになりました。どういう事件だったんだ？簡潔に教えてくれ。現場は密室となった時計塔の倉庫で、部屋の真ん中あたりに無数の釘が打たれた女性の死体がありました。それがあの死体というわけか。壁には釘で貼り付けにされた人形がたくさんあって、まるで都市伝説の怪人釘男が行ったような異様な殺人現場でした。それで釘男事件というわけか。見たところ扉には内鍵がかけられているな。はい、死体が発見されるまであそこには鍵がかかったままだったみたいです。窓も一箇所のみでシャッターが下ろされている。なるほど、このシャッターにもロックがかかっているのか。しかもここは時計塔の3階なので飛び降りられるような高さではありませんでした。うん、確かに密室だな。っていうかここが密室だとすると俺様ちゃんたちって閉じ込められてない？ご主人様大変。この謎を解かないと閉じ込められたままだよ。そうしたら時間切れでご主人様の魂が消滅しちゃう。早くしないと。うわっ、ちょっと。え、なるほど、そうやって問題を出現させるわけか。今のを見てよく冷静でいられますね。ここだ。きっとここだ。犯人はこの窓から逃げたはずだ。その根拠は？僕がこの現場で死体を見つけた時、窓のシャッターは閉じられていたんですけど、その窓の下が濡れていたんです。ただすでに乾き始めている様子でした。少し前まで窓が開けられていたということか。おそらく犯人は窓から外へ逃げ、その後でシャッターを閉じたんじゃないでしょうか。窓の外からシャッターを閉じることが可能なのか？はい、このシャッターはオートロックになっていて、ある程度の高さでシャッターから手を離すと自重で下まで下がっていって、下がりきると自動的にロックがかかる仕組みなんです。つまりシャッターを持ち上げたまま外へ出て、そこで手を離せばそれだけでロックがかかるんです。だったら同じ方法でこの密室から脱出してみようよ。そうだね、やってみよう。
釘男事件すでに解決済みです。こいつは保安部の謎怪人です。事件の隠蔽を図ろうとする人物が謎迷宮でこうして襲ってくるんです。犯人がここから逃げたですって。こんな高いところから落ちたら死にますよ。自分で試してみたらどうです。助けて。僕を巻き添えにするな。ご主人様にはちょっと難しいかな。ユーマ、謎迷宮が謎を具現化したものならこのトラブルも謎を解けば回避できるんだろう。そのはずです。犯人がこうして窓から落下したはずはない。おそらく出入りのために何か道具を使ったんだ。道具？君は調査の過程ですでにそれを見つけているはずだ。なぜならこの僕が手伝っているんだからな。答えは目の前に用意されていたはずだ。思い出すんだ。窓の下で人形を貫いていた釘には何かを擦ったような跡があった。犯人はあそこにロープを引っ掛けてたんだ。窓の下に釘を打ち付けたのはそのためだったんだ。窓に引っ掛けただけのロープを使って降りるなんてよっぽどの訓練を受けてないと不可能です。死ぬというのは到底無理。方法を使ったとは思えませんね。だとしたらただのロープではないのだろう。おそらくあれは何ですか。聞こえませんね。うわ、大丈夫、俺様ちゃんがついてるよ。ユーマ、怪我はないか。ありがとうございます。ハララさんのおかげで助かりました。ああ、僕のおかげだな。大金を払ってでも僕にかけてよかっただろう。高すぎるという点を除けば。もういつまで感動の対面ごっこやってんの。さっさと密室から出ようよ。そうだね。話題の縄ばしこか。これを使えば脱出できそうだな。
僕は未だに事件について思い出せないが、この縄ばしごは教会の焼却炉で発見されたのか？はい、最初は変なロープだなと思っただけでしたけど、ようやく気づきました。あのロープは真ん中で折って、それぞれの切れ端をつなげてみると、こうして縄ばしごになるんです。それがここで使われたという根拠は？窓の下にあった釘にはロープで擦った痕跡の他に黄色い繊維も付着していました。教会で使用人さんから見せてもらったロープの燃えかすも同じく黄色だったんです。それに時計塔の外側のちょうど窓の下に当たる地面に壁に向き合うような足跡がありました。今思えばこれは犯人が縄ばしごを使って降りてきた際に残した痕跡だったんです。でも釘に引っ掛けた縄ばしごはどうやって下から回収するの？降りながら足場を一つずつ切断していくんだよ。そうすれば縄ばしごは一本のロープになって。地面に降りた後で片方の端を引っ張れば手元に回収できるんだ。そして窓のシャッターも自重でロックがかかり、密室が完成するというわけだ。うんうん、今のはイケてる推理だったね。さすがはご主人様の教育係の俺様ちゃん。犯人が縄ばしごを使って時計塔から脱出した？それが何だというのです？あ、また出た！だからといって結論は何も変わりませんよ。あの時計屋の男が犯人なのです。ご主人様、邪魔な謎怪人はぶっ切るよ。これ以上はどんな推論も無用です。犯人は明確ですか？犯行時刻に近くにいた時計屋です。時計屋は犯行現場に行っていたのでしょう。釘を打てるハンマーも持っていました。つまり彼が犯行を行ったのです。そうして犯行を行った後、あなたが推理したような方法で密室を作り、長ばしごで脱出したのでしょう。とりあえず以上はどんな推論も無用です。犯人は明確ですか？犯行時刻に近くにいた時計屋です。時計屋は犯行現場に行っていたのでしょう。釘を打てるハンマーも持っていました。つまり彼が犯行を行ったのです。そうして犯行を行った後、あなたが推理したような方法で密室を作って縄ばしごで脱出したのでしょう。真実はこれだ！時計屋さんは高所恐怖症だったんだ。時計塔に登る時も外を見ないようにしていた彼が
高所から縄ばしごを使って降りられるわけがない。だから彼にこの犯行は不可能だ。彼は釘男じゃない。事件の隠蔽を図ろうとする存在が謎怪人になると言っていたな。つまり保安部のセスはこの事件を隠蔽したがっているということか。理由は分かりませんけど、保安部が関与しているのは間違いなさそうです。ひょっとするとこの事件が金井区最大の秘密につながっている可能性もあるわけか。だとしたらなおさら真実をつかまねばならないな。先へと進むぞ。あ、はい。まったく、どっちが主役なんだか。ところで、さっきユーマが手にしていた剣だが、あれは Q や謎怪人にしか効かないのか。怪盗は謎迷宮内全ての存在に有効だよ。ご主人様もうっかり仲間を切らないように注意してね。それも早く言っておいてよ。その剣は僕でも使えるのか。残念、俺様ちゃんの力を使えるのは契約したご主人様だけです。能力共有しているとはいえ、悪魔ちゃんはここではおまけみたいなもんだから、さすがに怪盗までは使えません。聞いてみただけだ。どちらにせよ記憶のない僕はサポート役がいいだろう。では事件の話に戻ろう。時計屋は犯人ではないとして、他の目星はついているのか。目星はついています。調査の時原田さんは教会関係者の誰かが犯人だと考えていましたけど、その理由がようやく僕にも分かりました。あのロープが教会関係者しか入れない焼却炉の中から見つかったからです。つまりそれを証拠隠滅しようとした犯人は教会関係者に限られるはず。なるほど、ロスのないロジックだ。さすがは僕だ。で、結局は自画自賛？Thank you.